この放送はクオリティオブライフの向上を目指すテイジン 2x4 ナンバーワン三井ホーム、命の輝きを見つめる明治製菓、スポーツ&フィットネスカンパニーのナイキ、いつもスカッとコカ・コーラ、コカ・コーラボトラーズ、ザ・ドキュメントカンパニー、フジゼロックスの提供でお送りします。今年は雪がありません。1年前のこの日、東京には大雪警報が出ていました。インターハイ、全日本ユースの2冠を取って48連勝で3冠取りまであと1勝と迫った無敵の東福岡が、戦後の高校サッカーをリードしてきた王者帝京を迎え撃つ、まさに天下分け目の一戦を交えたあの日から1年が過ぎ去りました。4190校の頂点、高校サッカー日本一を決める全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦です。放送席は解説に日本サッカー協会技術委員会副委員長の田島幸三さん、そしてゲストには5年前清水商業のゴールキーパーとして選手権を勝ち取りました、今は横浜マリノスのキーパー、そして日本代表キーパーの川口義勝さんです。田島さん、はい、1年前のあの雪の決勝戦が嘘のように今日はいい天気で、本当にそうですね、もうサッカーに今日は本当にベストなコンディションだと思いますね、はい、川口さん、はい、5年前を思い出してください。どんなお気持ちで今ここに座ってらっしゃいますか。そうですね、僕らの時は優勝できたんですけどね、はい、帝京も東福岡もとにかく高校生活で最後の試合なんで、ね、楽しんでほしいなと思います。楽しんでね、はい、田島さんは浦和南高校のキャプテンとして大阪の開催の最後の優勝を飾っております。そしてこれが24年前になります。一方川口さんの方は5年前の清水商業の優勝キーパー、そしてキャプテンでした。2年連続同一カードの決勝戦というのは12年前静岡の東海第一高校と長崎の国見高校が対戦して、アデミール・サントスが率いた東海第一高校が初優勝、そして翌年は逆に国見が初優勝を決め雪辱を果たしました。今年は帝京が勝って借りを返したい、そして戦後最多の7回目の優勝を決めるのか、あるいは14年前に帝京が記録した連続優勝なるかどうか、注目の前半40分、まもなくキックオフを迎えます。左にエンドを取りました赤いユニフォームが東福岡高校、右にエンドを取った黄色いユニフォーム、その帝京のキックオフでまもなく国立競技場、主審の片山さんの笛が鳴ろうとしております。1年前は一面銀世界でした。しかしあれから1年、ピッチの状態は最高です。今年は4190校が参加したこの全国高等学校、今前半の40分キックオフされました。帝京のキックオフです。全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦の今笛が鳴りました。帝京が東福岡陣内に攻め込んでいこうというところです。今こちら側のタッチラインにボールが出ました。帝京のスローインです。試合が始まりました。これがキャプテンの金子です。5番、4番をつけています。金子、東福岡連覇に王手がかかっているこの東福岡、全日本ユースの代表にも選ばれております。気温 5.2 度、湿度が 30%、 風速が 2.5 メートル、絶好のコンディションと言っていいでしょう。田島さん、この状況でしたらもう文句のつけようがありませんね。そうですね。さあ、それでは早速去年のチャンピオン東福岡高校のスターティングイレブンご紹介しましょう。1番が富永、ゴールキーパー192センチ、この大会一番身長の高い選手です。そしてディフェンダーが左に山崎、4番金子、これがキャプテンです。そして5番のジオタンダ、4番5番は両方180センチ以上の身長を誇ります。そして15番の前田隆は右のサイドバック、そしてミッドフィールダーが5人おります。田坂、そして7番の江ノ下、田坂はボランチです。7番の江ノ下は右サイド、そして10番宮原2列目、11番山形、そして13番の大場は左から強烈な俊足を持っております。そしてフォワードは9番の寺戸、これが東福岡。そしてサブのメンバーもご覧いただきましょう。25人がこの大会に登録されました。そして20人をこの試合に登録できます。サブのメンバーはしたがって9人ということになるわけです。
この試合は主審が片山さん、そして副審が永田さんと奥谷さん、予備審判が原田さんでこのゲームを行われております。決勝戦、さあ東福岡が攻め込んでいく。11番の山形ですがボールはキープできません。この辺よく帝京は集中しています。さあブルブルで上がっていくか田中達也、ここはカットされました。東福岡チャンスだ。さあヘディングシュート、どうか。ホーキングシュートは外れました。東福岡高校9番の寺戸、ワントップの寺戸が今ヘディングで合わせましたがゴールマウスには行きませんでした。しかしいい攻めを見せました、宮原、はい、いい動きをしてフリーになりましたよね、さて東福岡高校のここまで決勝戦までの道のりですが、2回戦から登場しました金沢桜ヶ丘、石川県の代表1対0と下しました。そして3回戦は岩手の東濃3対0、そして北海道の室蘭大谷には準々決勝苦しみました。しかしやはりセットプレーで1点を取って1対0、そして昨日の準決勝は滝川第2戦3対2、3点を前半取ってこれは楽勝かと思いきや、滝川第2、あの川口義勝さんの母校清水商業を破ってここまで出てきた滝川第2が、鹿島さんすごい試合しましたね。いや本当にね、あの最後までね本当にもう楽しませてくれましたよね、はい。さあそれでは帝京高校のスターティングイレブンをご紹介しましょう。帝京はゴールキーパーが日野、そしてディフェンダーは3人です。180センチを超える4番の田中達久、そして3番の山崎、13番の村上、この3人がバッチリと帝京のディフェンスをいたします。そしてミッドフィールダーは5番の藤倉が、キャプテン、そしてボランチです。6番の中原が左、7番の豊島が右、そして2番の松本、この人もボランチです。さあ11番の山田、切り込んでいった、山田シュート打てるか、左足一旦戻す、それからクロスボールを上げてヘディングで競る、セッタがこれはまたペナルティーエリアの外に押し出されます。帝京がしつこいディフェンス、さあもう一回クロスを入れます。帝京高校はここはしのぎました。しかしまだ中盤でボールをつなぎます。東福岡らしいいい展開だ。さあ帝京ボールカット、10番の高橋がカットした、右サイドに拾うかどうか、センターサークルの中で反則が起きました。東福岡の反則です。これが帝京の10番の高橋豊、メンバー紹介途中になってしまいました。ミッドフィールダーの5番の藤倉、6番中原、7番の豊島、2番の松本がボランチ、そして14番の田中はトップ下です。フォワードが2人、9番の今画面捉えた矢野、そして10番の高橋です。サブのメンバーもご覧いただきましょう。このようになっております。キーパーをなんと2人入れております。普通キーパーはサブには1人しか入れませんが、ピント・エリクソンと中村、この2人のゴールキーパーを入れているというのは、ゴールキーパーがやはり若干の不安があると、去年のインターハイでもやはりミスがありました。さあそれではその帝京の勝ち上がりをご覧いただきましょうか。帝京も2回戦からでした。滋賀県の草津東を1対0と破りました。それから3回戦は三重県の四日市中央工業、かつてはこの国立で優勝を争いました陵侑が対戦しました。3回戦2対0と四日市が、敗れました。そして準々決勝は京都の洛北高校と対戦して3対1。準決勝昨日は驚きました。前橋育英高校、初めてこの準決勝に駒を進めて国立での初の試合でしたが、まあなんとも伸び伸びと試合をやりました。3対2帝京が辛くもロスタイムで決勝ゴールを奪いました。豊島のゴールでこの決勝に駒を進めてまいりました。前半の6分を経過して0対0、両チーム得点ありません。これが14番の10番の高橋から今14番の田中達也のパスでした。おっと3番の山崎がここまで上がってきた、オーバーラップだ、10番を出した、矢野が走り込んでいく、左足ダメだ、シュート打てない、9番の矢野が走り込んでいきました。昨日の名勝負を演じました東福岡と滝川第2、その滝川2校の選手たちも応援です。さあ山形シュートどうか、ゴールポストの左を抜けていきました。あの今のようにあのディフェンス の、はい、あの股の間を抜けてくるボールって非常にキーパーとしてはね、川口さんどうですか、取りにくいんですよね。そうですね、間を抜けてくるのはすごく反応しにくいですし、あとゴール前で密集していると、本当に対応しづらいですよね、まあ、いいスルーパスだったんです。宮原のパスが素晴らしかったということです。さてここまで前半16分を過ぎて0対0、ゲストの川口義勝さんにちょっとここまでの印象を伺いましょうか。両チームの印象一言ずついかがですか。そうですね、両チームともすごいいい位置でボールを奪うことができていて、はい、そこからの攻撃へのつなぎというのがすごくうまいですよね。まあ、どちらかというと今東福岡の方がいい流れだと思うんですけど、まあ、決
定的な数は五分五分だと思うんですよね。そうですか、ゴール前に来た、シュートレンジに入ってきた、出してさあ矢野シュート、よくついてね、決めましたね。いや見事でした。この鉄壁と言われるディフェンス陣をかいくぐって個人技を生かした見事なプレーでした。今のシーンご覧いただきましょう。10番の高橋から4番のキャプテンの金子がついているんですが、見事に矢野が左足で決めました。フラットで4人並んでディフェンスしてるんですけども、はいはい、そこをいい形でね、あの金子君がこう上がってですね、はい、ギャップができたんですよね。その間にちょうど通りましたね。そうですね、矢野君もよく反応しましたよね。あの、なるほど、金子君に当たってコースが変わったんですけど、まあ、その後よく反応したと思います。あの昨年の差がですね、はい、そのダイレクトプレーの意識とかですね、はい、あのボール持ってない選手の動きだったんですけども、さあシュート、帝京高校この1年でその辺がすごく改善されているという印象を持ちましたね。今日のゴールの15分の間に、あ、そうですか、非常に前へゴールへゴールへという意識が強いですし、あのボールを持ってない時の動きの質が非常に高いですね。なるほど、でも矢野君いい体の向きでこう構えてますから、点数を奪えたんですよね。こういうこぼれたボールに対して、で例えば矢野がゴールを背にしてしまっていてはあのゴールは生まれませんね。はい、前半1対0、今20分経過、40分ハーフで行われますこの全国高等学校サッカー選手権大会、前半の20分経過1対0と東京の帝京高校が先取点、1点をリードしています。その先制ゴールを挙げて矢野がボールを置き、一旦14番の田中達也に戻した。田中のドリブルが始まる、そして矢野へのパスが通った、通った、デレシどうだ、シュート打った、ダメだ、もう一回、もう一人フォローがいましたが、これはシュート打たませんでした。帝京の分厚い攻め。さあ前半2本目のコーナーキック、コーナーキックからの得点が半分あります。東福岡8得点のうち4得点がコーナーキックから。さあそのコーナーだ、今度は誰に合わせるか、ポンと上げてキーパージャンプしてクリアした、クリア小さい、宮原右足の浮かしたシュートどうか、これはヘディングでクリアした、ヘディングでクリアしました、宮原絶妙のシュート。もう一回江ノ下、7番の江ノ下、田中達也がボールに寄っていきます。14番ボールをキープしようとする東福岡、また立て直す波状攻撃をかけたい東、しかしまた浮かしてクロスを入れていきましたが、向こう側追っていく寺戸、宮原、山形、宮原、宮原だ、10番の宮原ボールをキープ、さあクロスを入れるぞ、まだ上げない、左足で上げていった、大馬鹿、さあここはシュート打てません、もう一回立て直してシュート、どうか、キーパーキャッチ、さっき顔をちょっと目尻を切った前田隆のシュート。さあここで前半東福岡にとっては最後の同点に追いつくチャンスかもしれません。40分ハーフの今スポドロトゲーでは39分を回りました。ゴールまでは 28.2m、 ここから直接狙うか、橋田さんどうですか、直接狙うにはちょっと距離がありそうですが、狙える距離でありますよね、はい、キーパーとしてはどうですか、川口さん、僕がキーパーでしたら直接狙ってくれた方がいいかなと思います。狙ってくれた方がいい、はい、宮原浮かしたヘディングで合わせる、しかしこれはマウスには届きませんでした。ロスタイムは前半1分と表示が出ました。前半のロスタイムは1分という表示が出ています。さあ3本目のコーナーキック、もう完璧に37分以降は赤いユニフォーム東福岡の独壇場という感じです。波状攻撃の連続、これを耐えて忍んで0点で取り返せるか帝京、ここは勝負の分かれ道、ポンと上げて、さあ中に入ったシュートは空振りだ、もう1回打つ、あ、これもジャストミートしたい、ジャストミートしたが帝京押し返し、跳ね返す、さあチャンスになった、逆に田中達也だ、14番の田中、田中ドリブルだ、ドリブルで持っていく、 40m、 50m ドリブルだ、さあシュート打てるか、シュートまでは持っていけない、田中達也一旦戻す、そして豊島がクロスボール、豊島クロスを上げてヘディングで繋いで、シュートを今度は帝京が左足のシュートを生かした、インパクトにならキャッチ、
ドリブルを、なんとかこうプレッシャーかけてました。いや素晴らしい攻撃だ。もう一回寺戸クロス、寺戸もう一回ボールを追う寺戸。宮原が手を挙げている、左手を挙げている宮原、ゴールの正面だ。もうロスタイムが1分を過ぎています。同点に追いついて東福岡は終わりたい。帝京は1対0とリードして終わりたい。その思惑が正面からぶつかっています。10番の宮原、宮原ボールをキープ、どっちで出るか、2人マークだ、2人マークだ。帝京も必死のディフェンスだ。ここで前半終了、前半終了、決勝の前半40分が終わりました。今田島さんのお言葉通り、決勝にふさわしい素晴らしいゲームです。決勝戦エンドが変わりました。左にエンドを取った黄色いユニフォームが東京代表の帝京高校、右にエンドを取った赤いユニフォーム東福岡の今キックオフで後半が始まりました。宮原が右に叩きました。後半の最初メンバーの交代はありません。前半と同じメンバーで行われています。さあ帝京高校が攻め込んでくる。7番の豊島、豊島です。ボールへの寄りが速い。相変わらず帝京がいい動きです。しかしこれボールをカットしました。山形、そして寺野、もう一回山形、今度は13番の大場、赤いユニフォームのパスの通りが良くなってきたようです。後半の立ち上がり、お互いに気をつけなきゃいけない時間帯ですね。そうですね。さあ帝京がボールをキープ。2番の松本、キーパーの富永、触ってから出たような感じでしたが、これは触っていないのか、ゴールキックに変わります。2番の松本のシュート、あ、触ってませんね。7番の、あ、これがキャプテンの金子、4番の金子、そして宮原、去年のメンバーが8人残っています。トップにいい形でボールが入ればチャンスだ。江ノ下が入れる、クロスは入ったが、ここには人がいませんでした。今もそうですね、はい。まあ、東福岡が崩すとしたらこういう形を早く作るということでしょう。4番の金子、金子ドリブルで飛ばした。宮原がカットする、そしてシュートはゴール、ゴールだ。後半の3分、11番の山中、同点ゴールです。東福岡同点。11番いい上がりしましたね。山中の素晴らしい同点ゴールが生まれました。後半の立ち上がり3分、やはり危険な時間帯、川口さんがご指摘された通りでした。金子がここを突破してきました。この後のパスが良かったですね、はい、非常に。その前の金子君のインターセプトが、まあ、こういうビッグチャンスを生んだんだと思うんですね。金子のこのプレーですね、その前インターセプトして、その前のプレーここまで運んできて、いい守備からですよね。なるほど、このスルーパス良かったですね、まあ、もちろんこのゴールを決めた山形も素晴らしかった、そしてスルーパスも良かった。川口さんがおっしゃるのはその前のプレー、金子のインターセプトが良かったということです。さあここで折り返してまたシュートチャンスだ。ちょっとワントラップしてシュート、左足、ゴール、また山形だ。後半の5分、また山形です。後半の5分、ついに1点リードに変わりました。東福岡逆転。あの前半から大場君のね、あのスピードをうまく殺したんですよね、はい、松本君、豊島君あたりでね、ところが今完全に崩されてしまいましたね、あのスピードで、はい、完全に崩れましたね。いいプルバックですね、戻しました、はい、クリアが、クリアが、ね、小さいですね。なるほど。しかしそのこぼれ球をうまくトラップして、これが今のプレーです。大場が切り込んでいって、寺戸が、そして最後は山形でした。山形左右、右足で同点ゴール、左足で逆転ゴールです。これが2点目。素晴らしいシュートですね、はい、落ち着いた。あの前半終了間際から東福岡のペースなんですよね。そのペースを持続してるなという感じですよね、はい、東福岡。そうですね、村上です、13番。帝京の攻め、一旦戻す、そしてロビングボールを上げてヘッドでスライディング、山田、山田飛び込んだ。
んでいったがキーパー富永絶妙のタイミングでした。しかしよくあそこに走り込みますね矢野君。なかなかねあそこを予測しないんですけどね。いけないですねなかなか。あそうですか、やはりストライカーのやはりそういう嗅覚があるんでしょうね。ゴール数はもう3つ入りましたので188のゴールを数えています。さあまた山形が、山形シュート、これを入れてしまいました。11番の山形、今日は右足で同点ゴール、左足で逆転のゴールを決めています。11番山形、江ノ下から、去年の同点ゴールを決めた7番の江ノ下からのクロスボールでした。トップにうまく当たるようになって江ノ下君、大場君、この両サイドが生きてくるようになりましたよね。そうですね。さあ帝京がクロスを入れた、走らせる、田中達也を走らせる、さあ競争になった、さあどっちが勝つか、前田隆が今クリアしました。今7番の豊島でした。7番の豊島、俊足の選手、これがブラスバンド軍帝京高校。後半の25分を経過しました。残り試合時間15分だ。さあ帝京シュート打った、矢野が振り切りからシュート打てるか、さあこれこのシュートどうだ、ゴール、逆転藤倉、逆転藤倉、去年の執念を見せてくれた。去年はイエローカード累積2枚で出られませんでした決勝戦、その鬱憤を晴らしました。同点のゴールは藤倉、逆転シュートですね。後半25分同点に追いつきました帝京。矢野が振り向いて、そして後ろから藤倉でした。あディフェンスに当たってますかね、これはどうしようもないですね。これは関西はしょうがないですね。これは素晴らしいゴールですね、これはもう素晴らしいゴールと言いましょう。30分経過、後半の30分を経過して2対2、志賀義則監督、昨日はこの4番の金子あるいは5番の千代丹田、滝川第二戦では後半動きが止まってしまいました。小沼監督はこの後半スタミナが切れてきて東のディフェンスが止まってくれたらうちにもチャンスはあると話していました。あと試合の残り時間が10分、あと5分ほどすると何か波乱があるかもしれません。さあ帝京チャンスが出た、出た、シュート打てるか、高橋だ、左足でシュート、弱い弱い、右足だったら左足ですけど ね昨日のね、ブースのような、はい、全く同じような角度でしたけども、この高橋もまだ進路が確定しておりません。3年生帝京高校、もしプロのスカウトの方が見ていましたら高橋豊をよろしくと言ってくださいと話していた高橋豊、背番号10番、ゴール前に20番の林が走り込んでいきました。そしてパサカ6番から、あ、ホワインターセット、速い攻撃を見せたい帝京だ、2対1に数的優位だ、さあそして矢野が通らない、通りません、それで通ればチャンスだったんですが通らない、すごい続きましたね。今5番の中端だ、中端だな、はい、いいポジションでしたね、チャンスですよ。さあ今度は宮原だ、東福岡のハッターダックだ、宮原いいボールが出た、シュートまでいけるか、シュート、ゴール、また山形、山形ハットトリック、後半の32分、山形ハットトリック3点目、帝京カウンターにやられました。決勝戦でハットトリックはすごいですね。すごいですね、簡単にできないですよね。はい、さあ同点から、よく見てましたね宮原君が、宮原のパスが絶妙でしたね、もうこのコースしかないというところに山形飛び込んできました。山形ーー、
ていいものを見てもらおうというそんな姿勢が伺えます。両チームの選手だ。さあ帝京が攻める。カウンターで攻めたいところ。残り38、後半の38分、残り2分です。さあ東福岡、ここは守りです。元の時計ではもう1分40秒ロスタイムを刻んでいます。新春の日差しが西に傾いてきました。ここで試合終了。東福岡2連覇なる。東福岡2年連続優勝を決めました。戦後6度目の連覇ということになります。東福岡高校2年連続2回目の優勝です。監督に聞きました。いや私には連覇に王手なんていう意識は全くありません。そんな気持ちでやってません。とにかく今日はいい試合をやりたい、それだけですと話していた芝義則監督。しかし結果は東福岡4対2。鹿島さん、これはもう力の差と見ていいんでしょうか。そうですね、本当にその両チームに大きな差があるとは思えないんですけれども、本当にあの川口さん君が言ったようにこう、ちょっとしたチャンスをものにしたかものにしなかったかが大きく試合に影響したと思いますね。なるほど。そういう意味では帝京もいいチームでしたし、ぜひ胸を張ってこの準優勝を、のラージに立ってほしいですね。川口さん、はい、今試合は終わったわけですが、どんな今お気持ちですか。両チームとも本当に力を出し切ったなと思うし、チャンスを生かしたか生かさないかの差が出たかな、ね、あとあれですね、両チームとも最後まで諦めずに攻撃的に戦ったというのがすごく印象的で、やっぱ心打たれましたよね。なるほど。帝京高校の選手が目頭を抑えながらこちら側のタッチラインの方に歩いてまいります。なお決勝戦のハットトリックは73回の市立船橋の森崎以来ということです。山形が見事なハットトリックを決めております。それでは優勝インタビューを読売テレビの牧野アナウンサーがします。放送席2年連続選手権2連覇を達成しました東福岡高校監督岸和義則監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、しかし素晴らしいゲームを見せてくれました。いやいや、本当ここまで来るのがねやっとだったんでね、まさか決勝でこういう風に彼らが頑張ってくれるとは思ってなかったです。でもやっぱりこの1年間の総決算ですから、まあ、彼らを信じてましたけどね。去年と同じカード、しかし今年はベストコンディションのこの国立競技場、それだけにやりがいもあったんじゃないですか。そうですね、ピッチの状態は最高だったんですが、選手の状態がね非常に悪い状態だったんでね大変だったんですけど、皆さんたち のいろんなサポートでこういう結果が生まれました。2連覇、本当に難しいことをやり遂げてくれた選手たちに一言お願いします。もうただありがとう、それだけですね。本当におめでとうございました。石川芳美監督でございました。さて、手元に今優秀選手が発表になりました。優勝しました東福岡から5人、それから帝京からも5人が選ばれております。ゴールキーパーは上野、ね、室蘭太田に選ばれました。そして帝京の選手も、そして東福岡の宮原、山形、それと帝京2年連続で宮原、それから金子が選ばれてますね。そして得点王の8番の林武則君、9番の林武則君ですね、滝川第二高校、こういった8点を取りました
林武則も選ばれているということですね。今井さん、なおフェアプレー賞は東福岡高校に贈られております。はい、帝京の小沼監督、冷え切ったココアを口に含みまして、実力の差が出ましたとため息をつきました。そして涙に暮れる選手にしっかりしなさいと優しく言っていました。なるほど、解説は日本サッカー協会技術委員会副委員長の田島幸三さん、そしてゲストに川口義勝さんをお招きしてお送りしてまいりました。来年の1月8日、もう2000年です。シドニーオリンピックの年です。田島さん、川口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。この放送はスポーツ&フィットネスカンパニーのナイキ、いつもスカッとコカ・コーラ、コカ・コーラボトラーズ、ザ・ドキュメントカンパニー、フジゼロックス、クオリティオブライフの向上を目指すテイジン、 2x4 ナンバーワン三井ホーム、命の輝きを見つめる明治製菓の提供でお送りしました。